皆さんこんにちは。オンコロプレミア。動画でわかる肺がん治療最前線。ナビゲート薬物療法専門医、瀬戸隆です。悪性胸膜中皮腫メドテリオーマってどんな病気ということで、この悪性胸膜中皮腫の病気について解説したいと思います。悪性胸膜中皮腫、これは2007年の統計ですが、 911人の患者さん、男性722人、189人の方がお亡くなりになっており、これは地域差がありまして、兵庫県、大阪、神奈川の方に集中しているということが言われている病気です。この病気は、アスベスト、石綿との曝露歴が関係があり、20年から40年後に発症するんじゃないかということが言われています。 アスベストを使った人吸引してしまった人と全くアスベストに関わってない人では300倍ほど発生頻度が違うというふうに言われていましてなかなか有効な治療がなくなかなか治癒を目指せないというような病気であります有名な人ではスティーブ・マック・イーンという方がこの病気でお亡くなりになりました スティーブ・マックーンさんは大脱走などたくさんの映画に出られてましたが趣味で自動車レースを行われてました自動車レースを行うときにはレーシングスーツというものを着るんですがそれが火に強いということでアスベストが使われており彼の趣味が原因で胸膜中皮腫になったというふうに言われています右下の写真は私も レースを楽しんでおりますので、まあ、こういったレーシングスーツを着ていたわけです悪性胸膜中皮症になる人の約80%はアスベスト暴露歴がはっきりしているということになり20%ぐらいの方がその他の理由でなるというふうに考えられていますではアスベストとはどういう物質でしょうかアスベストというのはギリシャ語です 永遠に不滅なもの、消し去ることができないものというもので古くはエジプトのミイラを包むものに使われておりましたアスベストには青色赤面白色赤面茶色赤面というふうに分かれていて青色赤面の方が発がん性が高いというふうに考えられていますさてこのアスベスト赤面ですが どのくらいの大きさかというと1つの繊維が0.1から0.2マイクロメーターでじゃあこれがどのくらい細い物質かというと人の髪の髪毛がだいたいいたマイクロメーータと言われています。非常に細い物質ですのでじゃあこれがどのように悪性胸膜中皮腫になるのかということをお示ししたいと思います。 主にアスベストの小さな小体というものが鼻や口から肺の奥まで非常に小さいものですから肺の奥まで入っていくということになりますがこの針のようなものは肺を突き抜けて反対側の胸の壁まで刺さってしまうということが起こります肺は常に呼吸をしていますのでこの針が胸の壁を刺激し続けるということが起こると ここに中皮腫ができてくるというふうなことが言われていますアスベスト自体は悪性胸膜中皮種以外に肺の中に病変を作ってきます例えば赤面肺アスベスト肺と言われるような CT スキャンで出してますがこの白い変化が出ているところこの上の方は正常なんですが白い変異が出ているところ などを作ってきますしこれが原因で肺がんになってしまう方もおられますまた胸膜プラークという病変を作ってきます胸膜プラークというのは敷いで見るとこのポコッとなったところですがこれは石のように硬い胸膜の病変を作ってきますまた悪性胸膜抽出というものが出てくるんですがプラークがあるから悪性胸膜抽出になるというわけではなくて胸膜あのアスベストの 曝露を受けたよという証拠になりますのでこういう病変がある方はこの時点では悪性胸膜中皮腫はありませんが経過観察をしていると悪性胸膜中皮腫になることもあるのでアスベストの暴露がある方は定期的な検査が必要ということになります。アスベスベトを吸っててどどののくくらいでどの病気が出てくるかというのがこのグラフになります。 横軸が時間そして縦軸がどのくらい暴露したのかということによります大量の暴露をすると赤,あの赤面肺アスベスト肺になったりそれが原因で肺がんになったりします量は少ないけど長い間吸ってる人っていうのは小さなものが少量ずつ肺の奥そしてそれを 突き抜けて胸壁に行ってしまいますので胸膜プラークというのが出てきますしそれより長い潜伏期間をもって中皮臭ができるといいう,うになっていますですからこの時点で赤面肺だけである肺がんはないよというような方でも長い目で見ていくと中皮腫になるというようなこともあるので肺に病変がある場合には定期的な検査を行うということを行っていっています。